今年最も悲惨なシーズンを送った球団。エンゼルス。DeNA、アスレチックス。ロスノアレ。シルエット軍団。エンゼルス。ソフトバンク。ソフトバンクとオリックス十字差ついてるやん。チュニドラとか日ハムはなんだかんだ若手使って育ててるから希望はあるけど、ソフトバンクはろくな若手がいなくておっさんしか使えず勝ててないからほんまに悲惨。攻めた結果相手を犠牲にしてもヤクルト。ソフトバンクはこのままなら CS 出られるやん。ソフトバンクの三森っておっさんみたいな顔して24の若手だったんやな。エンゼルス。大谷翔平。地味に楽天。エンゼルス、メッツ、ヤンキース、パドレス。エンゼルスの影に隠れてるけどパドレスもやばい。パドレスとメッツは去年プレイオフ行けたからまだマシ。エンゼルスは今年で10年連続でプレイオフ逃してこの先の5年も絶望になった。今年にかけて金使って失速したエンゼルスとベンキ、ポストシーズンすら行けないエンゼルスの方が悲惨やな。エンゼルスは弱小の大補強やからまだセーフ。ソフトバンクとかいう球界の名手の大補強がこのざまはあかん。優勝予想一番人気のベンキと横浜が落ちたからな。ベンキと天使の壁が高すぎる。こちらはプロ野球チャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価でやる気が上がります。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。